これレシピほとんど完璧に覚えてる。よーし、オッケー。そしたら、これを、トラウト1、上がりました。マックス、美味しい。ゆかレモンが評判です。はい。よし。あ、これって、その、食べた人からの、どんな感想だったかってのも見られるんだ。なるほど。よーし、オッケー。あ、もう、オーダーないってさ。あ、クリーニングフェーズ。オッケー。綺麗にしていこうって。ちょっと待ってね。これさ、ゴミとかどうしたらいいのかな？これ危なくない？これ、あ、全然つかめない。これさ、どうすんだろう？これ、ゴミって。ゴミ箱ってある？あ、これ。あ、なるほど、なるほど。じゃあどうしようかな。今そこを拭いたりもしたいんだけど、スポンジで、ここ、あ、違う、拭いてもらって、はい。ダメだ、汚れがもう、すごいついちゃって、これどうしたらいいんだろう。これ業者呼ぶしかないのか。で、この、ゴミを集める袋みたいなのって、どうしたらいいんだ？トレイに乗せるか、一旦。それ無理。それ無理か。これなんか無理らしい。お皿とかにさ、これ乗せたい。違う。あ、無理か。なんか集めるようにしたかったんだけど、ちょっと無理そうですね。どうしよう、これ最悪じゃん、じゃあ。最悪の状態じゃん、これ。お皿割ったらめちゃくちゃめんどくさいじゃん。やばいよ、この作業。いや。まあ、あったからって何なんだって話ありますけどね。僕、怪我しませんし、なんかわからないですけど。手もやけどしなければ、なんか血が出たりもしないし。全然、怪我とかも大丈夫。まあ、怪我しても、まあ、無菌状態なので、まあ、抗生物質飲む必要もないですし。よっ。減ってないんだよな、全然。この501点をね、減らすルールなんですけど、これ、まず、当たってる判定が、え？なんだ？ザン！アウトブルー。というわけでもない？なるほど。セパレートブルーなのか。なるほどね。この真ん中に当たると50。緑のところに当たると25。って感じですね。だから、ハードダーツになるのかな。よっ。3。あ、カウントされてる、されてる。だから、これはね、20のトリプルを狙っていくのがベストですね。点数よく減らそうと思ったらね。なので、20のトリプルってのは、この、ここがね、3倍になるんですよね、数字の。なので、20の、この真ん中。よし、OK。ダーツのところは、多分ちょっとカットされてます。あ、いけたかな？一応、評価、3日目、バッチリだったみたいだと思います。OK。じゃあ、レベル1個上がったんで、パーク、特殊能力を覚えられる時期ですね。これがね、おすすめみたいです。ステディーハンズ。これ、シフトをしてる間、その切ってるものが固定されるってやつですね。これ確かに欲しいから、ちょっともらっとこうかな。OK。で、また、これスキルポイントもらってるわけですけど、どうしていこうかな。結構思ったより設備が汚れたりしてるんで、この設備の修理代が 30% オフになるっていうスキルを手に入れときます。これ多分ね、役に立つはず。なんか、思ったよりオーブンとかね、もう焦げついてましたもんね。よーし。今日が、あ、今日みたいですね。わかった。あと1時間後ぐらい、あ、1時間以内に、その、開店準備して、美食家たちの、あの時間に備えましょうみたいなことを言ってると思います。オッケーオッケー。包丁持ったままだけど大丈夫か。よし、ということ、うわぁ、すごい汚れてるじゃん。日ごと汚れてる。火かけたまんま。やべぇ。火つけたまんまってやばいよ。だからこの料理、その準備時間の時には、やっぱりこれ、ちょっとめんどくさい、この下ごしらえっていうところをやっていくといいと思われます。なので、この辺とか、ちょっとちゃんと覚えないとダメだな。ポークチョップとか、塩、胡椒、そしてタイム6グラム。はい、わかりました。
だからこのあたり覚えて下ごしらえをしていくと良さそうですよ。さっさっさっさ。でほらこの辺もさ手際良くなってってんじゃない。さっ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 さ。ディルだこれ。タイムどこ行った。ちょっと待って、タイムじゃないこれ、ディルだった。あれれ、ええ、え、あ、タイムこれか。やべ、ちょっともうすでに味付けはちょっとあれだけど、しかもちょっと振りすぎちゃってるし。で、塩4だよね。よよし、オッケー。下ごしらえ、あれなんかいっぱいかかっちゃってるように見えるけど大丈夫かなこれ。で、じゃがいもも、切っておいたりしながら、よいしょ、じゃがいもも2と、でこれ茹でたりなんかしたりする。よいしょ。でこれはもう一回捨てた方がいいのかな。塩とか入っててもったいないけど、これ前失敗したんだよな。あ、あ、いい感じいい感じ、これ出てんじゃない、出た、 OK、 ナイス。でそしたら水を1リットル入れておきましょう。よしよし、これが回転準備というものよ。よし、 OK。なんか1リットルぴったりですげえって言ってたけど、結構ざっくり1リットルになってくれる。ファーストオーダー入ります。はい、ボルシチ来ました。これは生肉のまま一旦お皿に乗せておきます。このお皿で料理出します。信じられない、生肉乗せたサラダだぞっていうね。これはスープみたいなので、トマトスープはこれまだ食べられますし、ちょっと置いといて、ポットをね、一つ買っておきましょう。でもこれ75コイン、やば。お金的に結構やばいぞ。で、これ1リットル入れるってことなんで、これ油じゃないよね。スープだよね。オッケーオッケー。あれ、もしかして、あー、もう切れてる。なんてこった。はい、ゴミ箱にイン。あかん。で、これ、ちょっと買っといて。よいしょ。1リットルね。ボルシチ高く売れるのかな。え、なんで分けてんの。一緒のもんだから一緒にしてよと思いますけど。うーん、こんなもん。はい、合わせて1リットル入ってます。あ、一緒にしてくれた、ありがとう。で、それに何が入ってんの。塩20、ブラックペッパー20。分かった。塩20、ブラックペッパー20、結構味付けしていきますね。これ初めて作る料理がやっぱ一番ちょっと苦戦しますね。22、当たり前か。だって覚えてないし、全く。まあ、一回作った料理覚えてんのかって話はありますけど。まあ、でもなんとなくね、慣れがありますから。よし、これで20入れて。で、そしたら、なんだって、なんか聞いたことないやつ入ってるけど。ビートルート 600g、オニオン120、キャロット70、パセリ 80g。120秒ボイルする。え？ビートルート、新しい素材か？パセリ、パセリの根っこかこれ。で、これがビートルート、これが何グラムだって。600か。600ってこれぴったりいかなくない。あ、でも5か、5でいくわ、ごめん、嘘でした。で、キャロット70g、1本ね。で、オニオン120、パセルルート80、パセルルート80、オニオン120。入った？入ってない。いやいや、違う違う違う。やばいやばい、大惨事起きそうになってる。どうしたの？なんか、いや、違います。これ、ラグが。なるほど。入れた入れた。え？全部入れたよね。混乱するわ。で、ボイルする。これが、ウクラニアンボルシチの作り方。はい、イエイ、イエス、オッケー。何のテンションかわからないけど、120秒。そしたら、300g、300ml、ディーププレートに入れる。わかりました。これね。よし。で、これはここに置いといて、と。で、そしたら、床に置いてるブレンダーを、これさ、これ煮沸消毒とかできるんじゃない？これ。熱湯だったらこれ。ほら、こうやったらさ、ここで煮沸消毒をする。
まあ、ただの水ですけどこれ今でもこれ砕いた方がいいよね。え、砕くんだよね多分。はい、いいよ。ブル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 、よーし、全部砕けた。で、トン、うーん、もうちょっと優しくトン。あー、まあいいやもうこのまま煮込んで、え、 1.6 リットルもできる。なるほど。で、これをストン、優しく置いてほしい。よーし、 OK。 で、これさ、冷蔵庫に入れとくってことできる？それはできないのか。なるほど。どっか別のとこに置いといてほしいんだよな。よし、これトマトスープの鍋。まあ、2日前のトマトスープですけど、これ大丈夫っていうことでいいのかな？絶対良くないよな。よし、おそらく出来上がってます。よいしょ、火止めて。じゃあこれを 300ml、入れてくんですけど、いくよ。はい。はい。あ、あ、やばい。リセットポジション。違う。その傾きもキャンセルしてほしい。よし、いけた。で、ボルシチもここに。危ない。乗っけて、ちょっとなみなみ注いじゃいましたけど、これで完成です。はい、ボルシチ1上がりました。ボルシチ1上がります。はいよ。え、嘘、味悪。どうしたの？どうしたどうした？テクニックがない。あれ、なんか、その量間違えてるってさ、おかしいな。なんか間違えちゃったかな。後で見返したら違うみたいな。あ、やばい。フード、美食家、来た、ポークチョップだ。うわ、これ出すの、ちょっとはばかられるなぁ。くそ、やれますか。他の客には、いいとして。ちょっと、美食家だか、ディルがかかってるやつ、ちょっとなぁ、さすがに出せないか。で、これ、かけたでしょ。そしたら、油を、ソース、ん？ソース？ソースになってるなぁ。これちょっと洗いたい。洗いたいっていうか、これ。よっ。よっ。よし。流しといた。よーし、OK。で、ここに、20、油を入れて、はい、ナイス。入れてましたね。30でしたね。わかりました。ちょっと悩んだんですよね。20か30で悩んだんですけど、はい。で、火つけてもらって、ポークチョップ味付けは、バッチリ。で、入れておく。で、焼きます。で、タイマーも一応セットします。もうちょっとかな。で、そしたらポテトを次は、これも焼いとかないといけない。よし、OK。え、タイマーかけたよね。どうした？スタート。よし。で、ポテトは用意してますから。で、これに塩をかけなきゃ。あ、そうだ、これ切るとき。あー、なるほど、なるほど。こうやってシフトをしながらだと、本当に固定される。で、外すとパラパラってなるんだ。すごいな。これ一応ポテトに塩かけてんだけど、大丈夫かな？よいしょ。これ焼かなきゃいけない。で、これさ、今見た感じ、どうなんだろう。これ塩 1g ずつしかかかってないけど、どういう判定になるのか。よっ、かけといた方が、いいかな。6g。こんなもん。ちょっと待って、一回下置くね。よっ、どうなったの？ポテトが弾けた。で、運命のこのフライ返し。フライ返しは、これ、とにかく、慎重に、傾ければ、救われる！よし！いけた！バッチリでしょう。多分。で、よいしょ。で、これ、乗せてもらって、一つ。うん。これ。なんでそんな、やんちゃな、ポテトに育っちゃったの？
私そんな教育した覚えありませんけどっていう感じ。入れて、はい。で、開けて、こう入れる。やばい、このオーブン。危なそう。80秒焼く。これは見てれば大丈夫。これ大丈夫かな？焼けてんのかな？多分焼けてると思います。これちゃんとひっくり返ってんのか？怪しい。やばい！ポテト1個入ってない、中に。入れて、入れて。あ、違う。入れて。やばい。一つだけ温度違うポテト出来上がってる、絶対にあれ。大丈夫か？これはもうすぐ焼き上がる。これ、そうだな、一個、その一番上に乗っかってるやつだよな。数えたらさ、5つしかないの、本当に。びっくりした。床に転がってたわ。で、これ、ポークチョップここ置いといて、間違った味付けのやつね。よし、これ上がったか。やば！え？見た感じやばい。見た感じさ、これ、先っちょしか焼けてない。まずまず、豚肉でこれまずいよ。豚肉でこれまずい。そうそう、そのままさ、おい、これ、奥、それ、奥にさ、やばい、待って、フライパンが荒ぶってる。待って、落ち着け。一回フライパンを置こう。で、一回これ拾って、乗っかったの見てから動かさないと。投げちゃダメか。これ一回ちょっとやり直そう。冷静になれ。大丈夫。時間はまだあるから。エラー落ちした。エラーメッセージ出てる。ポークチョップひっくり返してたら、フライパンが虚無に吸われてエラー出ちゃった。これどっからやり直しだ？なんか明日、グルメ批評家の方が来るみたいなこと言ってるから、うわー、これ、ここがプリンってなったところからか、下ごしらえしたポークチョップがない。悲しい、普通に。これまたこれやり直さなきゃいけないのか。で、トマトスープはここに置いといて、残念ながら下ごしらえの最中に、もう片方のこの開きのところもプリンしました。はい、ということで気を取り直して、一つ目、ポークチョップね、OK、いいよ。ポークチョップは結構簡単だから、下ごしらえしてればね。30ml、この油のな、量が地味に毎回違うのが結構大変なんだよな。で、これ火かけてもらって、片面焼いていきます。で、そしたらポテト、300g を切って焼くってことですね。OK。で、さっき手に入れた、スキルによって、こう。待てよ。こうして、こうやってシフトを押しながらだと、完全に固定して切ることができる。なるほど。つまり、さいの目切りも、これで楽々できるってことだな。よいしょ。ちょっと違うんだけど、ちょっと違うんだよな。まあ、いっか。ここでやるか。だから、こうやっといて、よってやったら、次はこうして、よいしょ。で、離す。うわーっす。あれ？なんか、あれ？ちょっと入れ方ミスったかな？あ、そうか。もう一個真ん中に入れないとこ、なんか、どっかのチェーン店みたいなポテトになりそう、これ。どっかのチェーン店？わかんないけど、どこのチェーン店か。まあ、それはいいとして、これ焼かなきゃね。でもこれ、そうだな。これやっぱ、こまごましちゃうと、ちょっとめんどくさいな。めんどくさいっていうか、間違ってるもんな。でも、写真はもっとバラバラなんだよな。
その辺がよくわからないところ、まあ、とりあえず入れときます、まあ、これで味がどうのって言われたらまた考えよう。でこれはね真ん中あたりを見て入れるとスムーズに入れられます。はい。でこれも80秒。あー味付け忘れちゃった。まあ焼けてからでいいか。でそしたらこれを一回これさフライパンこっち外そうじゃないとなんかここでガチャガチャなるからバグってる感じするんだよな。なのでここでね一回やってみたいと思います。でこの状態でこの状態からいくよ。いや、うわやばい、パーフェクトだ。今までにない、かつてないほどパーフェクト。はい、どう。よし、片面焼いていこう。これで繰り返すのもだいぶ上手くなってきたぞ。で、これ80秒。うん、時間見てないけど時々パッて開けて、うん、あとどれぐらいって分かったらそれでいいや。で、そしたら大きめのお皿に、盛り付けていこうかな。お皿は割らないようにしよう。よし。まあ見た目がな、そうなんだよな。テクニック、まあ良さそう。パーフェクトって言ってはいるけど、あ、なんか厚さ間違えてるとか言ってるな。あ、塩多すぎとか、あ、そういうのがちゃんと見られるんだな。分かった分かった。やっぱ塩多とか結構敏感なんだ。なるほど。次は、あー、ボルシチね、さっき作ったやつだ。もうないけどね、バグっちゃったから火止めて。ボルシチ、一応これもレシピ見ないと分かんないな。うん、出来上がったかな。まあ残念ながらもうボルシチ作るところ取れ高ほぼないですね。本当に何も起こらず黙々と作ってしまいましたけど、よいしょ、ちょっともうちょっと入れておこうかな。はい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 、よいしょ、ちょっと量多いか、少しだけ。よし、戻します。完璧にほぼ 300g のボルシチ完成です。どう？だいぶいいと思うけど。やばい、味が、なんでだ、嘘。ゲスト、パーフェクト、テクニックパーフェクト、オニオントゥーマッチ。え、オニオンと人参トゥーマッチ、嘘。レシピ通りいったよ。確かにスープはちょっとだけ多かったけど。あ、トマトスープだ。トマトスープさ、これでいいんだよね。2日前のやつ。これ火にかけて、よっ、温めます。え、これで OK かな。試してみるしかないな。2日前のトマトスープでも客は喜んでくれるのか。2日間火を入れたりはしていません。うーん、残念なボルシチだけど、でもこんな 1.4 リットルもね残ってるんだったら置いとくしかないよな。もしグルメ批評家の人がこうオーダーしたら作り直すしかないけど、トマトスープこれちょっと温めてみよう。よーし、温まりました。よいしょ。これでこの世界に食中毒という概念が存在するかどうかも判明しそうです。よっ、やばやべ、入れす、めちゃくちゃ入れちゃった。あ、まずいなこれ。あー、でもまああといっぱい、あの一杯ずつ分ぐらいはありそう。いけてるか。あー、待って待って待って、なんでこんな入れすぎちゃうんだろう。傾きすぎなんだよな。これは300。あー、やばい、もう一杯分ないや。これって救える？無理だよね。あららららら、大変なことになっちゃった。とりあえずこれあったかいスープ出してみるね。食中毒の概念なしということが分かりました。 OK、 完璧だってさ。あ、なんかサワークリームはちょっと多いとかって言ってるけど、あ、本当に？そうか。まあ、今日はね、グルメ、批評家の方は来ないみたいなんで、まあ、このまま一日が過ぎていくっていう感じなんでしょうね。ということでね、ちょっと次回、まあ、グルメ批評家の方が来た時どうなるかってことを、まあ、見ていきたいと思います。これもうだって、ほぼ、流れ作業というか、これもうね、もう床でレモン切るくだりもみんな飽きましたしね。残念ながら、よっ、よいしょ、しゃがんで、しゃがんで、よいしょ。で、ここでね、固定して切りますから。さらにね、おしゃれに切っちゃう。
さん気持ちいい。これはよし、まあ、ゆかレモンはもうそろそろいいよっていう話もありますから、なので、まあ、今回はねこの辺りで一旦終わっておこうかなと思います。これ食材取らずにお皿投げちゃう現象もちょいちょいあるな。で最後にこれ西洋わさび忘れちゃいけないから、西洋わさびホースラディッシュ、うん、わさびな、これにしか使わないんだよな。もう時間はこれで見ます。タイマーあれなんで、そろそろ修理業者も呼ばないといけなさそうなところもありますけれども、まあ、とりあえず今回はこの辺りで終わっておきたいと思います。はい、それではクッキングシミュレーター実況を見てくれてありがとうございます。5つ星まで結構遠そうだなこれ。まあ頑張ってやっていきましょう。はい、ではまた。